毎日やっている生配信の時間が迫ってきましたが、ピントが合わないね。ジャン君はこちらでお休み中。そして、ポンちゃんは、昨日届いたこのこたつ、この中気に入ったようです。お休み中です。はい、これで寝姿を見ながらの生配信になりそうです。ジェン君、ここにはポンちゃんがいますが、電気ちょっと入れ暗てくて映りません。ちょっとつけてみます。つけて。どこがポンちゃんなんだ？ポンちゃんね、こっち左向きがかな。顔かな。うわ、真っ暗だ。でもそのさ、カメラが入るとさ、電気がいかないからさ、影になっちゃう。影になっちゃうから、こんな感じ。あ、なんとなくわかります。はい、たい焼きもいい感じ。さあ、これで中のポンちゃんはこれの写真は見えないかな。うん、最初にジャン君が入ったのにポンちゃんに取られっぱなしだね。昨日の夜中からポンちゃんがね、入っててね。ポンちゃん、ああ、パンちゃん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 、あ、ジャン君、あ、ジャン君、ジャン君、えい、へ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 い。ジャン君、ポーちゃん。はい。はい。なんかやってる？よいしょ。ポンちゃん。入っていったね。はい。はい、暗がりでにゃー。どこだ？あ、どこまで行くの？はい。はい。ポンちゃん。ちょっと待ってね。君が入っちゃいけないとこ閉めたくない。はい。あ、なんですか、ポンちゃん。はい、ジャン君。はい、パンちゃん。パンちゃんは、持ち上げます。はいはい。はい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 。はい、ジャン君も。逃げてるし。どうした？ジャン君。ジャン君。晩ご飯お待ちです。よいしょ。お、これ硬い。ちょっと待ってね、ジャン君。皿に入れましょうね。お行儀よく待ってるね。離婚さんね、ジャン君。よいしょ。はい、どうぞ。どうぞ。おいしい？おいしいね。ホタテ味だよ。
ってる？ちょっと出始めてる。はい、ポンちゃん。ポンちゃんもあげるからちょっと待ってね。ポンちゃんはジャン君が食べてるとこ凝視してました。凝視してたな。じゃあ、はい、ポンちゃんどうぞ。ちょっと手前に出す？まあ大丈夫。ベロが見える。ピントが合いませんね。ポンちゃん。ポンちゃん、おいしい？いいね、ポンちゃん。ポンちゃんくん。じゃあ、おしまい？ポンちゃんくん、ごちそうさま。ジャン君は綺麗に食べてくれますが、きっとポンちゃんは残すでしょう。ポンちゃんはお嬢ってことだね。あ、でも今朝ね、比較的ね、結構食べてくれたよ。うん、そう。ほとんどないくらいに食べて、うん、で、ジャン君がほら途中でさ、あの絞るのにこう一回ちょっと外したら、ベッドから出て行っちゃったでしょ、うん、朝で、ちょっと残ったのでポンちゃんのお皿に入れて、うん、食べてもらいました。で、その時のポンちゃんのお皿はほぼゼロ、うんうん、なってましたね。ポンちゃんまだまだ結構残ってるよ。あり？ポンちゃんホタテ味だから、チキン味じゃないから、食べるかな。食べてね。もういいのかな。ごちそうさまですか。ポンちゃん、いいの？ジャン君に開けちゃうよ。ジャン君に開けちゃうよ。いいの？おしまいっぽい？そうだね。いいんですか。とっちゃうよ。おい、とっちゃうよ。うら。いいな。ヤン君は、はい、では。はい、ジャン君どうぞ。よかったね、ジャン君。おかわりも入ったね。おいしい。ジャン君はホタテ味好きだよね。いいのかな。いいのかな。今日はね、チュールじゃなくてチュール的なやつの違うブランドのやつだったの。どうだった？はい、ごちそうさまでした。くしゅ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 。ポンちゃんがここにいるということは、はい、だよかったね、ジャン君。ジャン君、ポンちゃんが近づいてきました。ポンちゃん入る？ポンちゃん、一緒に入ろうと思う？ポンちゃん、一緒に入っていいんだよ。意外と広いよ、中。ジャン君、気持ちいいっすか？いいね。ずっと入りたかったよね。なんかね、黒い人がずっと入ってんだもんね。でも私のだもんって言ってます。私がもらったのよって。確かに。でしょ。確かにね。ポンのお誕生日だものってね、ポンちゃん。お兄ちゃんに貸してあげてるのよ。よかったね、ジャン君貸してもらって。鎌倉みたいだよね。あ、そっか、冬にはじゃあさ、うん、雪だるまとかを置けばいいのかな。そうね。まあ、フォルムも可愛いよね、これね。可愛い。よかったね、ポンちゃん。いいね、ポンちゃん。